行くぜ。弱っちいおめえらに戦い方ってやつをこの俺様が教えてやるぜ。まずは刀の振り方を見せてやるぜ。刀を振るには丸ボタンだ。連続で押すと連続斬りになるぜ。まずは刀を振ってお前らを倒してやる。これが敵の体力だ。なくせばそいつをぶっ倒せるぜ。これが俺の体力だ。なくなるとさすがの俺様でもおしまいだ。違う、丸ボタンで攻撃するんだ。L1 ボタンで前を向くことができるぜ。次は素手の攻撃だ。三角ボタンを押せば刀を使わない攻撃になるぜ。方向キーと組み合わせることによりいろんな攻撃になるぜ。今度は素手でお前らを倒してやる。これで敵の大体の位置がわかるぜ。白い線は常に北を指しているぜ。その蹴りで賞金稼ぎたちを倒すんだ。どけ！押せ！どけ！その蹴りで賞金稼ぎたちを倒すんだ。どけ！どけ！どけ！よし！押せ！よし！次は体当たり攻撃だ。体当たりは走りながら敵に囲まれた時なんかに使うといいぜ。今度は体当たりでお前らを倒してやる。どけ！違う、走りながら三角ボタンで攻撃するんだ。どけ！押せ！押せ！押せ！その体当たりで賞金稼ぎたちを倒すんだ。押せ！どけ！よし！押せ！その体当たりで賞金稼ぎたちを倒すんだ。押せ！押せ！よし！次は武器の固有攻撃だ。固有攻撃は丸ボタンと三角ボタンを同時に押すんだ。今度は固有攻撃でお前らを倒してやる。はっ！違う、丸ボタンと三角ボタンで攻撃するんだ。チェサオ！チェサオ！どっち？はっ！チェサオ！チェサオ！チェサオ！その突きで賞金稼ぎたちを倒すんだ。チェサオ！固有攻撃は武器によって変わるから、新しい武器を手に入れたら試してみるんだな。はっ！チェサオ！次はジャンプ攻撃だ。バツボタンでジャンプしている間に丸ボタンを押すんだ。今度はジャンプ攻撃でお前らを倒してやる。次は追撃を使った攻撃だ。追撃をするには L1 ボタンを押しっぱなしにするんだ。すると特定の敵だけを狙うことができるぜ。追撃を使ってお前らを倒してやる。L1 ボタンを押しっぱなしにして追撃するんだ。次は武器の変え方だ。武器を変えるにはスタートボタンを押して装備画面に行くんだ。2番へへ、これでよし。今俺が使ってる刀はここに出てるからな。うるせえのがまだ残っていやがったか。よし、こいつで仕留めてやるとするか。まず L1 ボタンで崖の上にいるあいつを追撃するんだ。
そして追撃している間に丸ボタンと三角ボタンを同時に押して刀を投げて攻撃するんだ。お、茶店の後ろになんか食い物が落ちたぜ。落ちている食い物は上を通れば手に入れることができるぜ。よし、手に入れたものを食うにはスタートボタンを押して装備画面に行くんだ。食い物よこせ。へへ、うめえな。これは動乱だ。登録した武器や道具を四角ボタンと方向キーまたは左スティックですぐに使うことができるぜ。さて、遊びはここまでだ。さあ、かかってきな。ただじゃ済まさねえぞ。大体よ、鉄砲使うなんて卑怯千万だ。そうでそうだ。おう姉ちゃん、酒だ酒。でもよ、あの穴があんだけ強いってことだ。やつはもっと、ひっ、何が天下の大将金組地獄極楽丸様だ。名前からしてふざけた野郎だぞ。たぶん七本の刀を操るったって人間様二本しか腕がねえんだ。俺たち五人の賞金稼ぎにかかりゃ赤子も当然よ。赤子にやられるようじゃおしめえだな。オードリア、今なんつってと。いやあ、なんだ。うるせえんだよおめえら。起き上がれ、ぶっ殺してやる。俺様を誰だと思ってやがる。おいぞ。へい、七本の刀、 てめえはまさか。おめえらごときに7本はもったいねえ。お望み通り2本にしといてやら。なめやがって。やられちまいまして、黄金竜の話をさせていただきましたところ大喜びで行かれましたです。はい。黄金竜だ。ヨタの話かましやがって。噂っすよ噂。長崎の町じゃその話で持ちきりで。おいぞ、へい、先長崎へ行って調べてくれ。やってんでさ。てめえな。はいはいはい。ここのお団子は天下一品だ。おごるぜ。あばよ。
とどめ刺されるかと思った。泣くなよ、棟梁。賞金稼ぎ、もうやめようぜ。うん。おゆり、ずいぶん遅かったじゃないか。何やってたんだい？面白い話仕入れてきたぜ。奇遇だね。あたいも面白い話聞いたんだけどさ。あんな！ほう！どうだった？マカオから来た南蛮人が連れてきただの。陰陽師が天から呼び寄せて倒幕に使ってるだの。もうむちゃくちゃな話ばっかりです。ち、もう知ってたのか。浮世離れした話だが、火のねえところに煙は立たぬ。で、どの辺に出るんだ？地獄極悪丸とその一味、神妙にお縄につけい。つけられたね、トギゾー。足っすか。ちょうどいい。訪ねていく手間が省けるってもんだ。旦那、新しい。おてぇ、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 おてぇ。さあ、聞いてないよ、竜の出る場所。なーに、奴が教えてくれてら。奴？この殺気の主がな。この先へ、父さん。服部半蔵。俺たちは、港へ来てだけなんだな。
死に急ぐか、お主。俺様を誰だと思ってやがる。天下の大賞金首、地獄極楽丸様でいい。こんな奴らに構ってねえで、ホットが見やすろ。この海にいるのかい、竜。多分な。この辺りには出島があったはずだ。出島？あの偉人が住んでるっていう？そいつが姿も形もねえ。まさか竜が出島を沈めちまったんじゃ。バカ言ってんじゃないよ。島一個沈めちまうなんて、いくら竜でも。
くねえ、痛くねえよ。どけ。ここは一体どこなんで？ジゴ。ジゴ？俺のこと知ってんのか。まあ俺は有名だからな。え？どこ行っちまったんだ？が被りし数々の受難、すべては悪の化身徳川幕府、それを感化せし朝廷の堕落、我らが恨み骨髄まで至りて、その怨念極まれり、可憐の恩衆今こそ解散、我らが願い聞き届けよ黄金王。104年の長きにわたり生きながらえし美国、その力を黄金王復活のために解き放つのだ。はぁ、何事？穏やかじゃねえな、ババアの丸焼きだ。おのれ、邪魔をしよって。ふん、俺様を誰だと思ってやがる。天下の大賞金首、地獄極楽丸。そうとも。コウモリ頭の野党も同じことを抜かしておったわ。地獄極楽丸といえば七本の刀を自在に操ると聞く。そのような風体でたばかろうとはいい度胸。儀式は中止だ、カザベーラ。ビクニを連れて下がれ。我が舞台を。それには及ばん。
たまには式を遊ばせてやらんとな。なかなかやるものだ。グダグダ言ってねえで、てめえ自らかかってきたらどうだ、陰陽師だよ。ふん、身の程知らずが。はっ、なんで全部外れだぜ。お前はすでに術をかけられた。じわじわと死の恐怖を味わうがいい。じわじわだと？俺はまだるっこしいことはできねえなんて、今すぐ蹴りつけてやら！なんだこいつ。鬼が復活した。鬼？勘弁しておいてやるか。あばよ！冗談じゃねえ。まったく、こいつ落ちま鎧なんて初めてだぜ。